キンプリカンムリ番組終了はジャニーズの意向広がる CM スポンサーやテレビ局との温度差。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 キングプリンスが CM に出演しているホンダ技研工業のプロジェクト、ホンダハートの公式 SNS が26日、平野仕様の新グラフィックを公開した。新 CM も放映されるなどスポンサーは5人体制の最後まで盛り上げようとしているが、一方のジャニーズ事務所はすでに店自慢モードで熱量の差がくっきりと現れている。昨年11月、 キングプリンスを今年5月22日をもって平野市を、岸優太、神宮寺優太の3人が脱退し、以降は高橋山と長瀬角の2人体制でグループを継続すると発表。スポンサー側にすれば早々に契約を打ち切ってもおかしくない状況だが、 ホンダハートは昨年12月に CM 第4弾を公開し、3人の脱退まで約1ヶ月に迫った今月18日からまさかの第5弾の放映を開始した。さらに、ウェブで公開されたスペシャルインタビュー動画は、夢は続く、と題され、キングプリンスタープの感謝と愛に満ちていると話題に。 平野がバイクに乗っている今回の新グラフィックにもファンは大歓喜し、ツイッター上で、ホンダ様ありがとうございます。最高にかっこいいです。新グラフィック嬉しい。いつも私を嬉しくしてくれるホンダハート様が大好きです。平野潮君とホンダのレベル500、どちらも素敵でかっこいいです。などと歓喜の声が集まり、トレンドワードに、ホンダハートが入るなど反響が広がった。 キングプリンスといえば、当初は二人体制への移行後も継続すると報じられていた冠番組、キングプリンスル。キンプル。日本テレビ系が5月20日のゴールデン2時間スペシャルを最後に終了すると急転直下で決定。 日本テレビの福田博之常務は今月24日の定例会見で放送でも配信でもすごく評価していただいている続けたい番組であることは間違いないと苦渋の決断だったことを明かした3月の段階では日テレの編成部長が現状において番組を終了する予定はないと改編説明会で断言していましたからかなり急な方針転換だったことが伺えます 福田常務が続けたい番組という言葉をあえて使ったのは番組終了がジャニーズ事務所の意向だったことを案にほのめかしたと言えるかもしれません。ジャニーズに詳しい芸能記者。実際25日付のデイリー新調、新調者は同番組について日テレは最後まで番組の継続を望んでいた。その布石として 高橋が主演する4月期のドラマ、だが、情熱はある、が企画された、といった内幕を報道。番組制作スタッフとジャニーズ側で意見や方向性が合わないことがたびたびあったとし、それも要因になってジャニーズ側が継続を受け入れなかったと伝えられている。 最終回についても、スタッフ側とジャニーズ側の温度差が激しく、企画内容の決定に難航しているという。番組だけでなく、キングプリンス出演の CM も5月22日までに終了するとの見方が強く、ユーハ未確等、プッチョに至っては3月から過去作品を振り返る総集編が放映されている。また、平野は単独でも P&G。G パブリンズ、キッコーマン、我が家は焼肉屋さん、厚生コスメポート、ジュレーム IP、池田も反動、ムヒシリンズ、ボシロムジャパン、ボシロムアクアロックスワンデイ UV シン、と、若手ジャニーズタレントの中でもトップクラスの5社と CM 契約しているが、これらもグループ脱退と同時に全終了、あるいは別のジャニーズタレントに引き継がれると見られる。 キングプリンスへのグループ名こそ残すものの残留する長瀬と高橋は実質的にソロタレントとさほど変わらないマネジメントになりそうです。ジャニーズは二人体制でのグループ売りにあまり関心がなさそうで、当初は二人体制での新曲リリースやコンサートが計画されていると伝えられていましたが、どれほど力を入れるのかは不透明。 もしグループ活動がほとんどない状態になってしまったら、ファンクラブを継続させるためにグループ名を残しただけなのでは、と見られかねないでしょう。金プリのファンクラブは会員数が推定100番人長と言われ、会費4000円で単純計算すると年に40億円規模の収入になりますからね。前で。5月23日以降。 グループとしての露出はガクンと減ってしまいそうな気配もあるキンプリ。スポンサーやテレビ局からの愛が強いからこそ余計にジャニーズ事務所のキンプリの扱いに疑問を感じてしまう人が多そうだ。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方。 チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。